見てください、皆さん。今すごい光景ですよ。もうすごい奈良ですよ。さあ、どうやってディープステートだる平野藩がどうやって奈良から京都に移れたんでしょうね。これが不思議なんですよね。今もうびっくりです。今でこそこうやって鉄道とか道路とかもう場合によってはもう行かずにインターネットとかで行けば十分行けるのに、なぜ当時はですよ、まあ、明治で独裁体制樹立以前からまあ、未整備だった場所もあるんで、時期もあったんで、ここも要は、まあ、日本でいう戦国時代、まあ、豊臣秀吉とか織田信長、そしてああ徳川家康とか長宗我部氏が毛利元台頭した時期で、ようやくここの戦場で、再び戦場になって形で、注目が集まったんですよ。そうなの、そういうところになった。あ、今玉水っていう場所に到着。まあいろいろあるんで、ですけど、こんね、いろいろあるんでね。そんなこと。はい、もうすぐ到着で、さっきの映像のと次のやつはちょっと撮るの忘れてたんで、すみませんね。いろいろ問題。今ここ玉水駅の近くで、こういうもんね、やっぱいろいろと出来事で結構閑散してるんで、まあ、そういうわけで、まあ、続きは後ほど。じゃあ。